ヒカキン TV Everyday。 何者だろう YouTube。 どうもヒカキンです。またまたワンピースなんですが、これまたちょっと面白いもの見つけてきました。それがこちら。サンジのクソまずいスープ。まずいのかな。じゃじゃん。ワンピースレストランバラティエ、サンジのクソまずいスープ。海鮮スープ10食入り。ここに写真載ってますが、なんか美味しそうだけどね。はい、裏面。ベニズワイガニ、ノドグロ、ホタルイカ、トビウオを使用した風味豊かなスープです。器の中にイーストブルーを閉じ込めたこだわりのスープが出来上がりました。懐かしいね、ここね。僕は多分この頃小学校高学年かな、そんくらいだったかな。作り方やアレンジ書いてありますね。チャーハンにおすすめだったり、いろんな料理にも使えるみたいです。僕はもちろんそのままスープで飲みたいと思います。さあ、楽しみ。10食入りだから結構お買い得感があるんですよ。やっかしゃ。うおー、こんな感じで入ってる。コーンスープみたいな感じだね、これ。はい、よっ。香りから海鮮だもんね。美味しいよね、多分ね。いきます。なんかね、エビのふりかけじゃないけど、エビとかカニの、そういう海鮮の香りです。お皿に出します。あ、ごまが入ってる。あ、あとなんかカニっぽい、なんかこう細かいの入ってますね。うん、よし。難しい。いやー、160ml。あんま薄くなるの前だからな、大体の濃さで。よっ、よいしょ。こんなもんかな。あ、あ、めっちゃくちゃこう海鮮の海の香りがする。イーストブルーだ。これがイーストブルーが、これがイーストブルーの香り。うわー、かなり海の香り。うん、あ、でなんか海苔みたいのも入ってますね、これ。わかめみたいな、海藻みたいな香りもしてる。あー、海苔っぽい、お茶漬けみたいな香りです。こんな感じです。なんかこうね、ちょっとだけ細かい海苔みたいのがあったり、まあごま、あとちょっとこうカニみたいのが浮いてますね。さあ、クソまずいか食べてみましょう。よっ。なみさん、クソうめえ。クソまずいどころかクソうめえ。おいしいよ、全然。うん、まあやっぱお茶漬けっぽい雰囲気があるね、やっぱ。うん、ご飯にかけたら美味しそうってやっぱり思う。なんか和風っぽい感じもするから、何にでも合いそうな感じかな。うん、洋風和風の間ぐらいな感じ。どっちかというと和風か。でもうん、どっちでもいける。これ嫌いな人そんなにないんじゃないかな。うん、あ、やっぱふりかけの味するな、なんか。ごちそうさまでした。ポニョン、トゥデイズヒカキンズポイント。87。非常に美味しかった。735円とそんなに安くはないんですが、まあ、10食入ってるし美味しいし、グーでした。僕は渋谷のパルコの麦わらストアで買ったので、気になった方行ってみてください。バイ。だらくだらくだらく。